あ、皆さんこんにちは、石平の中国週刊ニュース解説でございます。今日は2023年8月26日ですけれども、で今日のニュース解説の前にね、まず一つ皆さんに、御礼を申し上げたいところがありまして、高橋洋一先生と私の対談本である中国経済崩壊宣言という本ですけれども、実は発売してから昨日第2回目 の、 大増刷が決まりました。いや本当に嬉しいことでございまして、皆様のおかげさまでございます。本当にありがとうございます。で、今日、取り上げて解説するのはこの2つの話でございます。まあ、1つが香港親中派著名人習近平全面批判の衝撃と謎、2番目は処理水問題、中国大げさ猛反発の真の狙い、まあ、ということですけれども、じゃあまずこの香港の著名人の習近平批判の話からしますと、実は8月21日にね、シンガポール市の年功総報、まあ、中国語のまあ新聞ですけどね、一つの論評を掲載した。この論評のタイトルは、問題は経済にあるが根っこは政治にあると、まあ結構長長文のねそういう論評を掲載して、いや実はこの内容はね後で詳しく紹介しますけども、それで習近平さんと習近平路線に対する全面的かつ本格的批判となって、それはねやっぱり中国語のね世界の、まあ、中国語のまあSNS の世界では、まあ、かなり大きな反響を呼んだということです。これは、これ年功総報、これ年功総報ね、方々紙面の一面使ってこれ掲載したの、問題は経済にあり根っこは政治にある、まあ大体日本語としてもそのまま、まあ、読めるぐらいのそういう、まあ、タイトルですけども、じゃあこの書いた人はじゃあどういう人なのかとなると、執筆者は劉武強という人であって、まあ、香港著名の、まあ、実業家であって政治評論家でもあるんです。結構異色な、まあ、人間です。あれ実業やりながら政治評論もやってるんです。彼は、実は1948年にね、まあ、中国広東省出身であって、1973年にね海を泳いで香港に広東省から香港に密航したんですよ。そこで香港でいろんな仕事をして、後になって、まあ、いう先物取引の成功でね、徐々にね香港在外で頭角を現して、まあ、後になっていつかの、まあ、いくつかのね上場企業の、まあ、会場も、まあ、勤めたり、あるいは大企業の顧問も兼任したりして、まあ、ビジネス活動を行う傍らにおいては、香港とかマカオとか台湾のそういう中国語のメディアでね、いろんな、まあ、経済時事問題に関するいろんな評論活動も、まあ、展開してるんです。しかも彼は、まあ、香港政府の、まあ、戦略発展委員会の委員も務めて、また民間シンクタンクである百花戦略チコ、中国語でチコというのは、チコというのはまあシンクタンクの意味ですわな、知恵の倉庫という意味ですわ。そこの主席も務める、まあ結構香港の中では、まあ財界でも言論界でも結構有名人ですわね。しかも彼はね、実はね、香港の中の要するに親中派ですよ、親中国共産党派です。共産党の擁護派としても知られる。彼は時に広州市の政府の、まあ、政策顧問も務めて、さらにね彼はね、いわゆる共産党の上限機関である、いわゆる全国政治協商会議あるでしょ、彼がここの委員にも選ばれたんです。大体ね中国共産党政権が香港の人々をこの委員会に選ぶのは、要するに親中派に対する一種の、まあ、ご褒美ですわな、要するに名誉とポストを与えるという、彼はそういうポストを与えられていることが、要するにバリバリの親中派ですわな、決して反中共産党の人間ではない、私みたいなもんじゃないんです。
しかも人民日報も数回にわたって彼の、まあ、論評を掲載したことがあって、政治の面では、まあ、彼は一貫して香港を民主派に対して反対の姿勢を批判の姿勢を取っているんです。でここですよ、問題はここです。このような人物、要するにバリバリの新中国共産党の香港の、ね、在外人あるいは、まあ、言論人はね、そこでね、いわゆる習近平全面批判の論評で堂々と新聞紙に発表したこと自体が、いや、ある意味はまさに政治的大事件ですよ。じゃあそれではこの論評がじゃあどういうことを書いてるかとなると、まあ、ここではまあこの概要ね、抜粋的に、あの要約的にちょっと紹介していくと、いや、論評はね、まず中国経済の現状についてね、じゃあどういうふうに語ってるかとなると、いや、中国経済は今民間企業倒産の波、外資企業撤回の波、投資大幅萎縮の波、輸出輸入下落の波、深刻な消費不足の波、債務問題爆発の波、労働者大量失業の波、政府財政失血の波、そういういろんな波に、まあ、襲われている。で、しかも中国経済を牽引する3つのエンジンである投資、輸出、消費はまあ全部ダメになって、しかもさらにデフレの傾向も、になっている。だから彼、まあ、またあのそういうバイデンの言葉を引用して、まあ、バイデン大統領が指摘したように、中国経済は今世界にとっての時限爆弾となっているという、まあ、まず彼今中国経済に関してこのような現状認識を示したんです。まあ、大体私の番組でも取り上げた全ての問題が、まあ、ここで羅列されてるんです。その民間企業倒産とか、外資企業中国から出ていくとか、投資が萎縮して輸出が落ちる、消費が不足して債務問題が爆発してる、大量失業が広がる、もう地獄みたいな、そういう話が、要するに彼自身もこういう認識を示したんですわね。やっぱり誰から見ても中国経済は今もう全然ダメになってるということが、まあ、そこでもここからもよくわかるんですけども、じゃあこの論文はね、やっぱり彼はそういう経済の現状に対してこのような厳しい見方を示した上で、じゃあ彼が曰く、いや、改革開放以来ね、中国経済はまあ数十年間にわたってずっと高度成長を続けて世界第二の経済改革大国にもなった。しかしどうしてね、近年になって急速に傾いた、その理由がどこにあるかと彼はまずこの問題提起して、そこで彼は曰く、いや、実は経済の衰退の劣行はね、いや、経済だけの問題ではなくて劣行が政治にあるというね、そこが、この一言が彼のこの論評の一番のポイントですわね。じゃあ劣行が政治にある、じゃあどういう政治問題があったのかとなると、そこからこの論評はね、中国の高度成長をもたらした鄧小平の、改革路線と正反対の習近平路線の、まあ、あるいは習近平悪性ね、いろんな悪性をね、羅列しながら批判していくんですわ。全部鄧小平路線との対比においてですよ。一つ、まあ、鄧小平時代がやっぱり経済建設が中心である、だから経済が成長した。しかし今の習近平政権は、まあ、もちろん彼は後で説明します、一切習近平政権というこういう名詞は当然一切使わないんですわね。実際誰見ても、まあ、習近平政権のことを言ってるんです。まあ、要するに鄧小平路線から離反した、鄧小平時代はまあ経済建設が中心だったんですけども、今はもう政治中心、イデオロギー中心という政策をやると、当然ね、中国の国内のビジネス環境一変にね、まあ、悪い方に変えたんですわね。何よりもイデオロギー優先ということになると、経済が理路次になっちゃうから、そうなると環境全体が変わるんです。さらに2番目は、彼曰く、まあ、習近平がという固有名詞やってて、内政習近平政権が推進している国進民退、要するに国有企業がの発展を推し進める、しかし民間企業がもう、ね、潰していくというような政策理念のもとで、独占的な国有企業の
巨大化を図る一方、民間企業、新興産業を恣意的にいじめてあらゆる打撃を与えたというね、例えば習近平の命令一つで、いわゆる学習塾という大きな産業を全部潰してしまったこと、あるいはアリババとか大企民間の、ね、新興産業をいじめることとかね、まあ、これで中国民間企業家の投資意欲、経営意欲をもう殺してしまったんですわね。さらにもう一つ、要するに習近平やってることが、要するに対外的には、まあ、鄧小平時代以来の実利外交、新欧米外交の、まあ、方針に反して、まあ、鄧小平時代の外交で、要するに実利を求めるんですよ。実利あれば、まあ、どこの国でも仲良くするという感じですけども、しかし習近平がやってる無意味な洗脳外交、推進して結果的に米中関係、日中関係、中英関係、中央関係、中韓関係などなど、まあ、中国にとって重要な国々との関係をね、ごとごとく全部悪化させる。それ一方で国内でね、いわゆる反スパイ法をまあ実施して対台湾の軍事侵攻を着々と準備する。そうなるとね、当然ね、中国にとっての国際的ビジネス環境が完全に壊されて、まあ、国際資本もサプライチェーンも、ね、中国から出ていくんです。だから今年の第二四半期のにおいては、まあ、外国からの投資はね、去年の同じ時期と比べれば 87% 減ですよ。約9割くらい減っているということが、もう外資の中国離れがもう起きていまして、しかも中国の貿易関係 もう完全に、まあ、壊れてしまうというような話。それで最後がこの論評は、まだ習近平政権の今の現状についてどう論評したかとなると、今の習近平政権では、まあ、鄧小平時代の集団的指導体制が完全に破壊されて、まあ、指導者に対する個人崇拝が再び氾濫している。ここの個人崇拝の対象、当然指導者、当然習近平の話でしょ。それで幹部集団においては、有能な人が排斥される。まあ、有能なやつね、もう例えば去年の党大会で、昔の胡春華さんとか、汪洋さんとか、有能な人は排除される一方、あれね、こびること、へつらうことしかしできないイエスマンばっかり重要されて、結果的にはそういう幹部集団、そういう指導体制の中では、まあ、経済政策をちゃんとできるはずがないというね、まあ、これ、大体この論評の、まあ、全体ですけども、まあ、これようにして、この入試論文はね、まあ、当然ね、名指しはまあしてないよ。習近平という固有名詞も出てないし、習近平政権という固有名詞も一切出てない。さっき私の口から出た、まあ、要するに私が便利上ね、彼のまあ言ってることは実は習近平政権ですよという話したんですけども、しかし名指しこそ避けながらも、習近平と習近平政権の政治路線、経済路線、外交路線、人事路線に対してもう全面的批判を行って、しかもこれ本格的批判ですよ。一つ二つの、まあ、文句言うじゃなくて、もう経済も政治も、もう外交も人事も、お前やってること全部ダメだよ。全ての問題、経済がここまで落ちたら全部お前のせいだよっていうね。まあ、誰、この論評を見てもね、要するに習近平政権を、習近平を批判してる、誰でもわかるんです。もちろん、習近平の名前が、まあ、出ないんですけど、しかし誰でも分かるんですわね。そこで、まあ、中国の経済が危機的な状況に陥った最大の理由がまさに習近平にあるというね、認識を明確に、まあ、示した。まあ、私自身も、まあ、今までこの番組でも取り上げていろいろ話したんですが、私自身も当然彼の論調にはほぼ全面的に賛成する。ただしここで注目すべきなのは、このような本格的全面的習近平批判が、まあ、私のような反中国分子によって、ね、売国党によって怒られたのではなくて、むしろ香港にいる中国人の評論家によって怒られて、しかもこの人はね、実は、まあ、さっきも話したように香港の中の親中派、共産党擁護派の著名人によって、これほど本格的な習近平批判が発表されたのはね、まあ、それが初めてのことであって、ある意味では、まあ、画期的なことですよ。じゃあ、その意味するところは何か
となると、要するにね、今も中国の中に入った、中国の一部になった香港の在外言論界、要するに香港の親中の世界においても、やっぱり彼らが現在の中国の経済情勢に対する危機感がもう未曽有のレベルに達している。だから、この論評の冒頭から、もう中国経済がいろんな波にね、大波に襲われてるね、失業、外資撤回、もう何でもかももう全部ダメになってるということが、彼たちはやっぱりすごく危機感を持てることが、そこが分かる。もう一つ、やっぱりね、この理由、原因がどこにあるかとなると、やっぱりみんなね、やっぱり習近平にある、要するに習近平政治に対する反発の危惧が、香港の新中国の世界の中でも広がっていることが、そこが分かるんです。だからこの論文から、我々が一つ分かったことが、要するにね、ある意味では今、中国経済がダメになること、中国経済ダメになった理由の一つが、まさに習近平であることね、ある意味はおそらく中国人の世界の中でも、もう一種の共通認識になっている。さらにもう一つ不思議なのはね、今の香港はね、もう昔の香港と違って、もう完全にね、言論弾圧の面で中国本土と何も変わらない。そうでしょ、中国は警察がもう香港に出先機関も出して、今の香港の法律の中ではもう中国の警察を香港でね、何でも、もうやりたい放題というね、しかも習近平の秘密警察も香港で爆破しているというような状況の中で、じゃあこの香港にいるはず。今でも彼は香港にいるはずですよ。今日はどこにいるか私は分からないけども、普通に考えれば彼は今でも香港にいる。彼は完全とね、習近平批判をね、行うことをやった、できた、知ったのが一体なぜかというね、話です。じゃあこれに対して、じゃあ二つの解釈があるんです。一つの解釈が、やっぱり彼が自分がそんな発言したら必ず報復を、弾圧をされるということを分かってながら、しかしやっぱり国のことをね、誘惑する、国のことを心配するという、やむを得ない慎重から、我が身を顧みずにして果敢な行動に出たというのが一つの解釈。しかしこの解釈はどうかなと思いますよ。劉さんが、私はよく分からないけども、一応商売人ですので、商売人がね、自分の身の危険も顧みずにしてそんなことをやるかどうか、私は結構疑問ですけども、じゃあもう一つの可能性としてはね、要するに劉さんね、堂々と香港にいながら堂々とそういう習近平批判を打ち出したらね、やっぱり彼の背後に何かの勢力、あるいは彼の背後に熱波によって共産党政権内部の大物がついている。だから彼がそういう人々の保護を受けている。だから安心して習近平批判もできたということ。じゃあもしそうであれば、それを意味するところが、要するに全く一つの可能性として、考えられるのは、要するに共産党政権の中で、要するに一旦ね、潰された、去年の党大会で潰された反習近平勢力はね、やっぱり今の経済危機の中でね、再び結集して動き出したっていう可能性もある。だから場合によって、この劉氏のこの論評は、一種の習近平打倒の運動の第一弾か、要するに合法みたいなものを貼られたっていうような話だ。ですから今後ね、やっぱりまずこの劉さんの動向を注目すべき。要するに、じゃあ例えば劉さんがもし内緒でももし弾圧された、逮捕されたら、それは話はまずは別。もし劉さんが引き続き香港でね、そんな無事、そういう話しながら無事であるということが、やっぱりね、そういう彼の背後に勢力があるという説が正しいかもしれません。とにかく、彼の動向と、あと中国共産党政権全体今後の動向ね、やっぱり要注意であって、もし、それに関する新しいそういう、動向、あるいは新しい情報があれば、またこの番組にも取り上げて解説したいだろうと思います。今日まず一番目の話であって、ちなみにこれはこの劉さんという人の写真かな。劉さんは結構堂々たる人物で、劉武強、どこかの会議で主席台に座っているという、
まあこれお詐欺ですわな。じゃあ2番目はやっぱり処理水問題ですわね。今中国、まあ日本でもまあ結構報じられてるように今、要するに24日から始まったまあ処理水のまあ海洋の放出に対して今中国共産党政府と宣伝機関がまあ異常な発狂ぶりですよ。で、あの大げさな猛批判、猛反発を展開しているという。じゃあそれどういうことかとなると、まず22日にね、日本政府がまあ処理水の放出を正式に決めたことに対して中国外務省は極めて見かけて無責任だと猛反発。その中でまた中国外務省のまあ王文斌副報道局長が当日の記者会見では、世界の海と人類の健康へのリスクを無視し、汚染水の海洋放出を無理やり進めるのは極めて見かけて無責任。まあそういうこれ見かけて無責任という言葉を繰り返して、まあ強い苦情で批判。同じ22日ね、中国外務省は北京のまあそういう日本大使をね、垂水さんをまあ呼び出しで抗議。その中で中国のまあ外務次官はこの処理水の放出について自分の利益を何よりも優先するもので、極めて見かけ無責任。もう今これも中国の日本批判のまあ浄土文句になっても、見かけて無責任と抗議した。あの普段ね、相手の国の大使を呼んで抗議するのはまあ結構ね、大ごとでもない限りね、そんなやらないんですわね。しかし今回もうやったんですわね。さらに、24日にね、処理水の放出が始まった直後に、まあ、中国外務省は早速声明を発表し、この放出についてリスクを全世界に負わせ人類の子孫に傷を残し、生態環境を破壊し、全世界の海を汚す行為。お前たち全世界が、じゃあ全世界がもし汚されるならば、なんで全世界の国々は抗議しないの？お前たちだけが抗議してるでしょ。全世界の海なんかもうとんでもない話ですよ。要するにそういうとんでもない表現を使って、最大限の激しい表現でまあ日本が猛反発した。同じ日に中国商務省のまあ報道官も定例の記者会見で、まあ外務省と同じ論調で日本を批判、まあ強烈な非難と断固なる抗議を表明。その一方、24日、中国の税関当局は日本からのまあ水産物の輸入全面停止をまあ発表した。まあ日本政府にとってもそれは全く想定外の、そういう中国側の異常なその強硬措置っていうこと。それ一方、まあ当然のようにね、まあ案の定ね、中国国内のメディアもね、この問題について一斉に危険とか無責任と批判して、国民の危機感を煽り立てて不安を広げたの。だから中国国民ね、あれ、まあ、結構バカが多いですから、まあ、塩をかね、日本の処理水で海が汚染されると思ったら、塩をね、買い占めに走るんですわな。しかしあれはほうですよ。中国の塩はね、大半はね、海から作った塩じゃないんですわね。その中で一番突出したのはやっぱり例の環球地方ですわね。環球地方は22日の夜で、処理水の海洋放出において、国際社会はこの問題で無責任に、無期限に日本の責任を追及すべきという社説を掲載してね、電子版に掲載。日本の処理水の海洋放出を犯罪行為だと、まあ、そこまで批判するの何が犯罪ですよ。まあお前たちこそ毎日犯罪やってるんじゃないから、バカ野郎っていう、まあ、言いたいところですわな。さらにね、この28月24日という日を海洋環境の最難日として歴史に記録される。記録されないよ。そんな事実はどこにもないから、お前たち一方的にそう決めつけてるんですわね。しかし問題はここですよ。まあ
考えみれば日本の放出する処理水はね、まあ、ご存知のように国際原子力機関によってその安全性はすでに確認されてるんです。科学的に確認されて全く無害でやることが科学的にも立証されてる。だからこそ太平洋に面している国が中国だけじゃないでしょ、まあ、アメリカも韓国も台湾もフィリピンもニュージーランド、そういう環太平洋の国々のほとんどが誰も抗議もしないし批判もしてない。そうでしょ、韓国で政府でさえ理解の立場で容認の立場を取ってる。要するにみんな理解容認の立場を取ってる。中国だけが海が中国だけのもんだからじゃない、みんな太平洋に面している国がみんな何も言わないの。中国だけが突出して科学的根拠の全くないという処理水をしかも異常の激しさで、ね、批判し、あまりにも大げさのそういう反発を行っているの。じゃあ一体なんで出ないはどこにあるかと、そこは我々考えるべき問題であって、その中で一つ考えられるのはやっぱり国内の危機対策ですよ。まあこの番組にも取り上げてきたようにね、あるいはさっき の, 香港の劉さん の, 論文でもからも分かるように、今も中国はもう経済崩壊している最中、若者を中心にして失業者があふれているという状況か。それ今の中国で若者たちいつ爆発してもおかしくないというような状況の中で、習近平政権としてはやっぱり国内危機回避のためにこの処理水問題を利用して国民の不平不満を日本に向かわせるんです。まあ実際ネット上の映像とか見てると中国国内では部分的にすでに日本に対する抗議デモもどこかで行われて、また日本商品に対する全面的ボイコットの動きもすでに出てるんですよね。とにかくまあ日本に不平不満日本にも交わせる、今までずっとこれ やってきたこの浄土集団ですわね。それが一つ。もう一つね、さらにもうちょっと深く考えてみれば、じゃあ習近平政権のもう一つの狙いは実はね、さっき の環球地方の社説の言葉にあるんです。いわく国際社会はこの問題で無期限に日本の責任を追及するという言葉。まあもちろん国際社会は誰も追求しない、中国が追求する。要するにこれから中国は無期限にこの問題で日本を追求するしなければならない。つまりその意味するところが何か何でやろうかとなると、要するにこのいわゆる処理水問題、本来ならば何の問題もないですが、このいわゆる処理水問題が中国にとって今後においてね、無期限の長期間にわたって日本を叩くための一枚の政治的カードになりうるんです。まあ、実際ご存知のように処理水の放出で今後30年もかかるか ら, だから中国からすればね、これから30年間ねずっとこのカードを使って日本を叩くことできるんですよ。だから彼たちはこのカードとして使いたいから、別に処理水が何か問題あるわけでもなく、彼たちも分かってるんですよ、あれが無害であることを分かってながら、カードを日本を叩くカードを手に入れるために、しかも1年間2年間叩くではなく、今後30年間ずっとこのカードを使って日本を叩くために、わざとこの何もない問題を問題視したというのが今回の話ですわね。いやそこはね、実は考えみれば1980年代半ばからですよ、中国政府は、昔、鄧小平も江沢民も、あの時代からね、ずっとね、数十年間にわたってね、いわゆる歴史カードというものを使って、ずっと日本を叩いたという歴史あるでしょ、靖国問題とか、とにかく何かあるたびに歴史問題持ち出して、日本を叩くと、当時の日本政府、日本の政治家、みんな、はっはーとなるから、だからね、あの数十年間において中国にとって歴史カードこそは日本を叩くための一番有効なるカードだったんですけども、しかし彼たちにとって残念なのは、まあ、安倍政権以降ね、日本国民の意識も徐々に変化して、政権の意識も変化する。昔ね、何か南京大虐殺嘘という政治家は必ずね、もし大臣であれば必ずクビにされるんですよ。今もまた平気でみんな言うんですわね。ということが、要するに中国にとっての歴史カードは徐々に威力を失ったんです。
もうカード投資の威力はもうあんまり、まあ要するに効力で、あんまり持たなくなっちゃう。まあそこで出てきたのはこの処理水問題だから、中国政府からすれば、習近平政権からすれば、それこそね、要するに歴史カードに取って代わって新しいカードが出てきたんです。要するに数十年間にわたって日本を叩いた歴史カードが施行した後で、それに取って